おお。だ。福神チャンネル始まるよ。ちょっとタイヤニューだから先行させてもらってゆっくり行く。あ、いいですよ。最初ね。うん、ごめんね。自分なんか久しぶりなんでなんかやっぱ難しいですっけ。だよね。うん。うわ。ああ、うわ、動きづらいな、やっぱり。たくさん来てるしね。そうそうそう。すごい滑った。で、いい？せー、せーの。よいしょ。うい。ちょっと一旦戻りましょうか。ああ、傷ついた。で、うん。ちょっと一旦戻りましょうか。一旦戻ろう。うん。傷ついちゃったねえ、ちょっと行きますよ。ゆっくりゆっくりどうぞ。あ、ここ現場です、現場。この断崖、断崖はなかった、滑ってる跡だけど。滑ってる跡あったね。おお。気をつけてくださいよ。気をつけるよ。あ、今なんかもう動画を一応撮ってるので。あ、そう、以前もスタンバイはできてますからね。あ、分かったよ。期待に応えれるように努力するけど、期待に応えられなかったら申し訳ない。あ、大丈夫です。ところどころ氷あんのも余計怖い。こうなるべく曲がらないように斜めに最初から止める。交差点要注意ですよ。そうだよね。白線、あ、白線ね。うん、あれみたいになっちゃうよね。あれみたいになっちゃうってなってたからね。うん、でも早いうちに3に上げちゃうもん。やだ、曲がりたくないよ。クラッチ切って曲がる。だからクラッチ切ってないやつ切ってたら方が危ないですよね。え、交差点ですよ、気をつけてくださいね。いや、5で回る。もうエンストするぐらいパワー出さない。歩いてみます。バイクで行ってみたらいいじゃん。ここ入って。あった。あった。うん、うん、うん。あったよ。あったよ。レベル高い。マニアックすぎるよね。うん。転びそうだ。駐車場奥まで。まっすぐ行きますあの、なんか。うん。あ、なんかご飯食べれるよ。これいいか。うん、いいんじゃない。初めて見た。いっぱいいる。
川向きになるわ。そうですね。楽しいですね、これ。ただ問題があるんだ。はい、これが30キロも続くんだ。いい練習ですね。いい練習だよ、でも本当に。なんだろう。カーブを曲がるための一つ一つの動作の確認とかになるよ。昔にやったけどね。今でも使ってるんですか？今は